おはようございます。8月23日、時刻は8時20分。本日から埼玉県の旅がスタートです。で、昨日の晩は少し雨が降ってたんですが、今は快晴ですね。じゃあ着替えて移動しましょう。道の駅の近くのコンビニで朝飯買いました。使った金額は248円。現在9時47分、鷲宮神社っていうところにやってきました。こちらは関東最古の大社って呼ばれている歴史の長い神社みたいです。こちらの看板にも関東最古の大社って書いてあります。あとこちらの鷲宮神社はアニメラキスタの聖地になっているみたいです。ラキスタってかなり古いアニメですよね。境内に入ってきて参道はこんな感じになってます。で、さっきネットでちらっと調べてみたんですが、この鷲宮神社はアニメラキスタの聖地になっていて、で、全国で、まあ、皆さん今普通にやってる聖地巡礼の先駆けになった場所だそうです。こちらは御光の池。古来よりこの池には龍神様がお住まいになられていると言い伝えられているそうです。池のそばには鳥居があって、あんな感じで池があります。水の量はちょっと少なめかな。奥の方に進んできて右側に見えているのが本殿、そして左側が拝殿ですね。で、拝殿は今工事中みたいです。現在拝殿は工事中なんで、こんな感じで別に参拝する場所が設けられてます。まあ参拝だけしていきましょう。参拝してきました。ちょっと雨降ってきちゃいましたね。まあ空は晴れてるんで通り雨だと思います。よし、一通り参拝できたんでとりあえず出発しましょう。現在10時40分。あれからまた30分ちょっとくらい移動して古代蓮の里っていうところに来てみました。あっちの奥の方には大きなタワーが見えています。敷地内にはこんな感じで蓮の花がたくさん植えられてますね。ただほとんど全部枯れちゃってます。あそこに1個だけ咲いてるやつありますね。こちらはミセススローカムっていう蓮みたいです。まあ、ぶっちゃけ蓮の種類なんて全く知らないんで見てもわからないんですけどね。で、今日ここに来たのは蓮が目的ではなく、あそこのタワーが目的なんですよね。あの、何やらこの時期田んぼアートっていう有名な絵みたいなのが見れるみたいなんで、ちょっと行ってみようと思います。なんか入り口のところに、これはハスの葉っぱでしょうか、水が噴き出してますね。え、マジか、ホースで直接つながってますよ。え、ハスの葉っぱってこんな感じで水噴き出すの。こちらがタワーの入り口で、入場料は大人1人400円。ただ JAF の割引が使えて団体料金で入ります。なので320円ですね。入場料払って館内に入ってきました。じゃあタワーの最上階行ってみましょう。エレベーターでタワー最上階に上がってきました。で、さっき聞いたらこの田んぼアート今がちょうど見頃みたいです。タワーの最上階はこんな感じになっていて見晴らしいですね。そしてこちらが有名な田んぼアートになります。いや、これすげえな。想像の100倍くらいすげえわ。ただあれですね、こうガラスなんで反射の映り込みであんまり綺麗に見えないな。なんとか綺麗に見える場所を探しましょうか。こちらのなんか反射を防止する道具みたいなのを使うと綺麗に撮れるっぽいですね。皆さんどうですか、多少反射抑えられてますよね。いやー、マジで綺麗だなこれ。いやー、この田んぼアート見れば見るほど本当にすごいですね。あの、ただ単に平面上に描いてるだけじゃなく、こうタワーから見た時にこうちょうど綺麗に見えるように描かれてるんで、かなり工夫してると思います。こちらの壁には昔の田んぼアートの写真が展示されてます。結構昔からやってるみたいですね。こちらには田んぼアートの移り変わりの様子っていうのが展示されてます。田植えの段階からすでに絵の構図が決まってるみたいですね。あとは稲が育ってくるとこんな感じで絵の色合いが変わるみたいですね。あと天気が良ければあっちの方角に富士山が見えるっぽいんですが、今日は雲がかかってて見えませんね。残念。いやー、田んぼアートめっちゃ面白かったですね。じゃあ下に降りましょうか。エレベーターで下に降りてきました。で、1階には蓮に関する資料がたくさん展示されているんで、ちょっと見ていきましょうか。おー、すげえ、こんな感じでいろんな植物が展示されてます。こちらにはこんな感じで古代蓮が展示されてます。で、下がガラスになってて地中の様子も見ることができます。
古代ハス会館、田んぼアート非常に面白かったですね。10月の中旬まで開催してるみたいなんで、皆さんもよかったら来てみてください。じゃあ移動しましょう。現在12時15分、そろそろお昼ご飯食べようと思います。で、今日のお昼は手打ちうどんこんこ屋っていうお店にしようと思います。ここ結構有名みたいです。いやー、こんこ屋めっちゃうまかったです。ただ量がめちゃくちゃ多かった。腹はち切れそう。じゃあちょっとどっかで休憩してから移動しようと思います。はい、ということで少し休憩して次にやってきたのは行田八幡神社という場所です。この神社は封じの宮と呼ばれていて、子どもの夜泣きやがん、あと難病や悪癖などを封じるご利益があるそうです。境内の中はこんな感じになってます。それほど広い敷地ではありませんが、綺麗な神社ですね。まあありがたいことに私今はすこぶる健康体なんですが、まあ、今後の健康も祈っておきましょう。参拝してきました。でこっちにも小さなお社があって、こちらは目の神社といって眼病にご利益があるみたいです。あと本殿の隣には愛宕神社、こちらは防火の神様。そして隣には恵比寿神社と大国主神社、商売繁盛の神様と縁結びの神様ですね。一通り参拝したんで、じゃあ次行きましょうか。はい、ということで次にやってきたのは国宝の妻沼商店山寛義院っていう場所です。この参道を歩いていた先にあるみたいなんで行ってみましょう。参道を少し進んでくると大きな門が見えてきました。こちらの門は仁王門。こちらに案内看板がありました。ちょっと長いんで読みたい方は一時停止でお願いします。それとここの本殿の彫刻がすごいってネットに書いてて、平成24年7月9日本殿が国宝に指定されましたってなってます。入場料が大人一人700円かかるみたいですね。まあ今日はせっかくなんで見ていきましょうか。仁王門を通って境内の中に入ってくるとこんな感じになってます。非常に綺麗ですね。こちらが本殿です。めちゃくちゃ綺麗な彫刻で装飾されてますね。いやこれすげえな。あの新潟県の西福寺みたいな感じですね。あの石川雲長が彫刻したあのお寺、皆さん覚えてますかね。まあいいや、とりあえずあそこで入場券買って彫刻見ていきましょうか。入場料支払って中に入ってきました。こんな感じですね。いやすっげえ、めっちゃ豪華。今テープで音声アナウンスが流れてるんですが、本当は無料のガイドがあるらしいんですよね。ただガイドの時間がもう終わっちゃってるみたいで、まあ、テープで案内聞きながら見ていきます。で位置関係を説明しておくと、あちらがさっき正面から見えていた建物ですね。でこの綺麗な彫刻がある建物は、本堂の奥の方になるんですが、いや本当にすごいわ。こちらが建物の後方です。いやー全然一切の手抜きが見られない。さっき見た側面の反対側にやってきました。いやこっち側もびっしりと彫刻されてます。マジですげーな。今テープの音声案内を聞いてたんですが、この建物はこう一人の有名な彫刻家がこう一台で作り上げたとかそういう感じではなくて、農民とかの貧しい人たちがこうちょっとずつお金を出し合って、44年って言ってたかな、かけて作り上げた建物だそうです。
なので設計者とかあと棟梁とかもこう親子2代3代続いて建物を作っていったみたいな、そんな感じみたいですね。でこんな立派な建物を作ったはいいものの、こう長らく補修してなかったみたいなんで、まあ、平成に入ってから大規模な補修を行って国宝に指定されたって感じみたいです。いや私神社仏閣の建築方法とかあの彫刻の技術に関しては全くのど素人なんで、まあうまく言えないんですが、本当昔の人ってすごいですよね。ようこんなの作ったわ。まあ唯一気になる点があるとすれば、こんな感じで囲いとかが何もなく雨ざらしっていう点ですね。こんな感じで雨ざらしだと結構劣化が早そうなんで、そこだけが心配ですね。目沼商店山勧銀、いやめっちゃ面白かったですね。来てよかった。700円払う価値は絶対ありますんで、皆さんもよかったら来てみてください。じゃあ移動しましょう。現在3時39分、また20分ほど移動して旧渋沢邸中んちっていう場所にやってきました。この辺りは渋沢栄一っていう実業家にゆかりのある地らしくて、あちらの奥に見えている建物は渋沢栄一が住んでいた家だそうです。こちらに渋沢栄一について記された看板があります。まあ長いんで一時停止して読んでください。まあ私も渋沢栄一についてはほとんど知らないんですが、次の一万円札に描かれる人ですよね。福沢諭吉から交代だったと思います。でこちらの邸宅は今年の8月10日かなんかにリニューアルされたばっかりみたいで、中を見学できるみたいです。じゃあ行ってみましょうか。旧渋沢邸中んちを見学してきました。入館料は無料だったんですが、動画の撮影が禁止だったんで写真を何枚か撮って貼ってると思います。でこの近くに渋沢栄一の記念館があるみたいなんで、ちょっと移動して見に行こうと思います。はい、ということで旧渋沢邸から車で 1,2 分くらい移動して渋沢栄一記念館っていうところにやってきました。今日は最後にここを見学して終わりにしましょう。渋沢栄一記念館を見学してきました。館内は全て撮影禁止だったんで何も撮影してないんですが、いや渋沢栄一ってすごいですね。私正直ほとんど名前ぐらいしか知らなかったんですが、本当にいろんな日本のこう企業とかに携わってて、まあそら1万円札の柄にもなるわなって納得ですね。まあ皆さんも渋沢栄一に興味がなくても来年からは嫌でも見ることになると思いますんで、まあ興味のある方は来てみてください。で現在の時間が4時13分、まあまあいい時間になりましたんで、今回の動画はこれで終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。